はいどうもこんにちは、自転車会社です。というわけで今回も殺戮の天使エピソード4続きからやっていきたいと思います。じゃあロードゲームで、記録が8。そう、前回までずっとザックを操作してたんやけど、操作が確かレイちゃんに切り替わったところで終わったと思うんで、そっからやっていきますっていうね。もうさも昨日も投稿しましたよぐらいのテンションで言ってもたけど、1年ぶりやよねこれ。もう前回投稿したが、はいすいません、前回投稿したが10月15日で、今が9月30日なんで、もうまるっきり1年、まあ、ギリギリたたんぐらいだから、もう本当にすごい間空いちゃったけど、まあもうお正月やと思ってくれたよ俺のことは。もう俺のことはお正月やと思ってくれたよ。もうお正月って1年に1回しか来へん、どう頑張っても1年に1回しか来へんやん、そういうやつや。というわけで、と、前回までのあらすじが、レイちゃんの、これ過去の、なんかね、遡ってんのよね、今時間を。なんかザックが多分レイちゃんの部屋に入って、ほんでなんかレイちゃんのこう、記憶がバーってザックの中に入ってきたんか知らんけど、その記憶を辿ってるっていう感じ。で、レイちゃんが、猫を見つけたよね、確か道で。ほんでそれちょ持って帰りたいやわみたいななって、でもちょっと母ちゃんと父ちゃんに許可取ってからじゃないとさすがにもう怒られちゃうから、お母さんの猫飼っていいですかっていうところでございますんで、やっていきましょう。うわあ、もうあれやな、もう早速なんかもう俺の俺人のこと言われへんけど、もうそこら中に酒落ちてるやん。ちょこれあかんタイプの部屋よ、お邪魔。こういう、ああそうね、あ違うわ違うわ。いやでもね、なんかあるよね、絶対分けあり家族やからな。ああ、どうしてお前はそうやって俺に歯向かうんだ。ああ、これはあれですね、いわゆるドメスティック V というやつですね。だってアルコール中毒患者の言うことなんて誰が、あもう完全にアル中やねんな。俺は働いて帰ってきたんだ、帰りたくもないこの家に。うふふふ、偉そうに何を言ってるの。偉そうの偉ってカタカナなんや。あなたみたいなアル中の警察なんて、あ警察なんや、誰にも必要とされてないのに。ああうるさい、酒よりもお前の言葉の方が毒だ。ああやっちゃってんね、お前みたいな。おお、精神障害の嫁をもらった。いやでもこれはね、あの男が言うてるだけかもしれんからな。もらった俺は不幸だよ。いやもうレイちゃんおるから、ちょっとそろそろやめてんか。やめてんかなんて初めて言うた。それはお前の存在が不幸だからに違いないんだ。めっちゃ言うやんな。あどうしてお前はこんなに不幸なんだろうな。いやー最近思うんがさ、あやっぱやば。やっぱやば。ちょもうなんかいろんなこと言ってると時間かかっちゃうんで、もうパッパとやっていくか。あーあなたが私をこうしたのよ、あなたのせい。まあ会わんかったやろな。まああるよね、多分もうすぐ結婚しちゃったやろな。それを黙って聞いてるレイちゃん、今日はキッチンにいるな。あーなるほどね、皿が割れたからね。いやもしかしたら洗面所の鏡とかかもしれんで。いや絶対無理やろ。いや今絶対猫の話無理やろ。話聞いてもらえるかな。行っちゃう？まあでもおそらくキッチンがこっち側なのよな。まあでもね、そう探索をしたいんやけど、多分このゲームね、探索する系のゲームじゃないんよね。ささっと行っちゃう？ささっと行っちゃう？俺は大丈夫よ。俺はもう1日500ミリ缶1本って決めてるから。昔は結構飲んでたけど、もう飲まれへんくなったからな。行くか、キッチン。降りてくる。あ、上なんや。2階なんや。あー、じゃあなんで俺、階段と思ったんや。別に階段ではないな。お前遅くまでどこを歩いていたんだ。道や。相変わらず無言か。頭は動いているのか。お、喋ったぞ。お前娘が久しぶりに喋ってんやから。ああ、お前も俺に文句があるのか。まあ、ちょっとなんか被害妄想的なやつもあるやろな。もう自己嫌悪みたいなのがちゃんとあるから、自分悪いことしてるっていうのがあるから、もう人の言うことが全部文句に聞こえちゃうやろな。お、母ちゃん。歩いてんな。歩くフェイントしてんな。あなたお金を持ち出してどこへ行こうっていうの。酒？それとも女？うふふ。また私を不幸にするのね。笑うな、耳障りだ。俺は俺の幸福を買いに行くんだ。おお、なるほどね。金は、幸せは金で買えるって言ったよか。あら、なら私の幸福も買ってきてくれるかしら。シャネルとかでいいかな。不幸な私にも幸福とやらを買ってきてちょうだいよ。
不幸なだけでなく、お前は金まで食うのか。精神病で家計のやりくりもできないのに。母ちゃん、ハロウィンみたいな色してんな。ハロウィンみたいな色してんな。オレンジのスカートに紫のパーカーみたいなやつ着て、頭金髪ってもうハロウィンや。そうやって全部私に押し付ける。ああ、汚い男、汚れた手で、汚れた手で、私の人生まで汚した。頭も体も少年もお酒に侵されてる。どんだけ飲んでんやろうな。言う、いや、結構飲まんとそうはならんけどな。まあ、でもアルコール中毒ってのはもう病気やからな。ねえ、お父さん。いや、あかん。今は絶対に猫の話したらあかんぞ。今絶対猫の話したらあかんけど大丈夫か？うん、いいよ。今の遮りはいい遮りや、父ちゃん。ああ、どこまでも不幸しかない家なんだ。俺には酒が必要なんだよ。一人だけ逃げないで。あなたがこの家を私をぐちゃぐちゃにしているの。これ、レイちゃん多分やっちゃうやろな。殺しちゃうやろな。なんかそういう回想シーンあったもんな。あったっけ？今、めっちゃ適当に言うと。私が悪いんじゃない。全部全部あなたのせい。まあ、俺はもう何も言われへんわ。痛い痛い、この脳なし。脳なしの脳ってそっちなんや。初めて知った。うるさい、この発狂女。あなたと結婚したせいで私はもう終わりよ。いや、もうレイちゃんがいるやん。ああ、俺は何も殴りたくはないんだ。でも、殴らせるのはお前なんだよ。なんか、乗り移ったな。歩くモーションが乗り移ったな。頭がおかしい女に何を考えているかわからない。不気味な娘。俺今ちょっと苦闘点の場所間違えました。俺の人生はお前たちが狂わせて地に落としたんだ。あ、レイちゃんももう好きじゃないねんな。もうあかんな、この父ちゃんは。お母さん。おう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 。殺す。いや、マジか。すごいな。まっすぐやな。めっちゃ猫飼いたいやん。この状況で猫の話、ようできんな。どっちに行く？でも父ちゃんは出てったもんな。どっちに話した方が猫飼わしてもらえそうやろ。父ちゃんはね、でも酒癖悪い。でも母ちゃんもなんか精神病や言ってるしな。で、俺これ今めっちゃ考えてんのよ。めっちゃ考えてんの。どっちに話持ってったら猫飼わしてもらえるとかめっちゃ考えてるから、ちょっと待って。父ちゃんやな。なんか父ちゃんな気するわ。押す。押す。母ちゃんか。うわぁ、何やこれ。ボロボロやな。撃ち殺すん。銃。外国やもんな。それ外国やわ。弾を込めてんだよな、今。私に何かあったら、反対に、これで、正当防衛的な。これであいつを撃ち殺してやる。ざまあ見なさい。私の切り札はここに隠してやる。もしそうなったらあいつは後悔して泣きわめけばいいの。私に頭を下げて、お前が正しかったって言えばいい。ちょっと待って、なんか、電話鳴ってんの。はい。何だっけ、私のせいじゃない、あいつが悪いと。お母さん。レイ。何、お前、まさか気づいてなかったん、レイちゃんがずっといることに。うん、あのね、話を聞いてほしいの。あのね、私は今あなたに構っている余裕はないの。ぐしゃぐしゃにされたキッチンを片付けなきゃいけないし。あなたの話をおとなしく聞く余裕なんて心にないのよ。聞いてよ。うん、そうそうそう。勝手に猫連れてきたところ。だから、こっちはもう事前に交渉しに来ただけなんやから。そうだ、あんただって、話聞いてる余裕がないからって、こっちが勝手に連れてきたら怒るやろ。もうさ、こんな八方塞がりやん、俺。どうしたらええねん。俺じゃないけどさ。レイちゃんやけど。すごい、なんであなたも言う、本当に母ちゃんもなんかやばいんやな。
ね、私はね、あなたがいるから、この地獄に足を取られて、うわぁ、マジか。もう全部レイちゃんのせいにしようとしてるよ、みんな。あなたの存在が憎いのよ。あいつとの交わりを見ているようで、気持ちが悪くて仕方がないのよ。2階の自分の部屋に行きなさい。うん、お母さんは言うことを聞いたら私の、まあでもあれか、だからレイちゃんからしたらもう、あれだろうな、もう母ちゃんも父ちゃんももう自分を愛してくれないから、なんかそういうこう、すがる存在みたいなのが欲しい。やっからこう猫に執着してんやろな。早く行きなさい。これ以上私を不幸でひどい母親にさせないで。レイちゃんいくつなんやろ、この時。まあ、2階に行けと言われたけど、誰も誰かの言うことなんか聞かない。深いな、ちょっと分からへんの。お母さんあそこに、ああ。いや、それを俺に取れと。2階は?なるほどね。もう、おう、なるほど。八方塞がりやな。拳銃。おお、拳銃だけに八方塞がりつって。こんなものここにあったんだ。切り札。これ今俺何分録画してんやろ。あ、14分か。結局誰も私の話なんて聞いてはくれなかった。それからしばらくしてあの時の、おっす俺ずっと猫つってたけど子犬やったわ。ごめん。ごめん。まあまあ、ええ、まあそういうことや。動物が飼いたいっていう。そういうことや。そしたら子犬はもう弱っていて、おあ、今にも死んでしまいそうだった。私がその子犬に触れようとしたら、もう子犬は私を噛んだ。うわ、なんか、しんどいな。子犬にまで、みたいな、そういう感じになっちゃったよな。もうそっから家に帰る。うわ、もしかして子犬殺したんじゃん。気がついたら私は自分の部屋の中でその子犬を直してあげていたの。レイちゃんってマジどういう、なんか病気なんかな。鳥を直したりしてたもんね。直してあげなきゃみたいな。だ、生き物が結局生き物として見てないやろな。でもそれはすぐにバレた。 あの日のお父さんとお母さんはとっても騒がしかったな。え、ダンボールをあやしてんの？ダンボールあやしてんのかな。いい子、いい子だね。いや、それはまあ、ダンボールはもういい子も悪い子もないやろ。ずっとそこに佇んでるだけやからな。とっても可愛いね。ずっとそばにいていいんだよ。大丈夫、怖くないよ。うん、お前のせいだ。お前が狂ってるからあいつはおかしいんだ。いえ、あの子の異常はあなたのせいでしょ。ああ、我慢ならん。でも、あれよね、拳銃はもうレイちゃんが持ってきちゃったもんな。おお、やばい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 。今日はひどいの。キッチン覗いてみようかな。ああ、これついになんかもう物語の完結編的な雰囲気になりそうやな。あ、ここだってそう、ザックが探索してたもんね。あ、ここが、ここか。あ、そういや。なんか、ザック、いろいろ徘徊してたな、この辺。忘れてた。こっちなんかそう、キッチン。こっちなんかトイレみたいなとこじゃなかったっけ?キッチンやったっけ?こっち。いや、何それ?ちょっと待って。いやいや、進むしかないよね。あ、え?お?あ、え?お?出る?いや、ないよね。出るしかないよね。持ち物。あ、拳銃持って、あ、なに?拳銃持ってない。ほら、拳銃持っていくか。ちょ、記録して、拳銃持っていこう。あ、拳銃持っていかない。じゃあもう行くしかないよね。とりあえず行ってみるか。
行ったら長くなりそうやな。終わるか。行ったら長くなりそうっていう理由で終わるか。よし。結局俺なんかもう今回最終ぐらいになるんかな思ったけど、全然まだありそうやな。というわけで、今回とりあえず真ん中で終わるか。まあ一応真ん中で終わっとこう。サツルくん天使パート多分5かな。そう、パート5やと思う。終わりにしたいと思います。もうね、ほんと、次もやります。次もやりますんで。またよければ見てください。さよなら。